はい。切るね。ちょ、もう、もう一つで着信拒否にしていくわ。もう、同じやつしかかかってこないから、着信拒否してきます、上から。着信拒否ね。ダメだって着信拒否。もしもし。はい、こいつ着信拒否で。同じやつがかかってくるもん、何回も。よし。こう上からもう、カーテンやると着信拒否だ。振り込まないと凸できないで。女以外、今、女凸待ちって俺言ってんのに、男がかけてくるのはおかしいじゃん。もしもし？はい。もしもーし。はい。金欲しい。金がないから。お前、いくつ？いくつ？いくつ？お前さ、携帯ないの？ちょ、待って、お前、携帯ないの？あ、切れたわ。0270っていう、これ。家電からかけてんだよ。多分、ニートでしょ、ニート。もう、かかってこないよ、もう、ほんとは。もう、誰かかけてきて。誰かかけてきて、誰か。もう放送終わろうかな、今日は。明日俺放送休むから。明日放送お休みします。名古屋というか愛知県はお酒の宝庫です。ビール工場や日本酒の酒造で配信しませんからって。じゃあこの人にかけてみるか。もしもし。森さんですか？はい。はじめまして。これ映していいんですか、顔。あ、売ってますよね。映ってますね、今。あ、じゃあ半分だけ。半分だけ、この人。半分だけ映しておきます。はい。何、配信していいの？酒の工場で。酒蔵が多いんですよ。だってあなたが酒蔵で働いてて、OK してくれってことでしょ。だってそんな知り合いが俺のこと知らないじゃん、だって。めんどくさいじゃん。めんどくさいよ。だってめんどくさいじゃん。だって許可とか取らなくちゃいけないでしょ、俺が。交通費は？乗れないですね。新幹線じゃダメです。そう。無理？い1000や、わかんない。行ったこと、名古屋俺初めて行くからわかんないんです。いや、あれはいなかったね。あの時は、金梅と野田と、アッキーナ様と、恵美だね。そう、あと石川。俺はいなかったわ、あの時。まあ、でも交通費出してくれんだったら、もう一回かけてきて。はい、じゃあね、はい。夜行バスは何乗らなくちゃいけんね
なんで深夜の帝王は夜行バスなんかで行かなくちゃいけないんだよ。舐めてんの俺のこと。足も悪いね。なんで夜行バスとか行かなくちゃいけないんだよ。あ、年賀状を見せます。そう、年賀状の、そうそう、年賀状を紹介します。年賀状来ましたよ、結構。おししちゃ俺に年賀状くれなかったもんね。年賀状これ、うん。こんだけ年賀状来ました。年賀状1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、11枚。年賀状11枚。うん。で、まあ明日も来るかもしれないけど。今日か。今日も来るかもしれないけど。元旦に届いた年賀状は11枚。ね、よっさあきょめ、今年は俺にチャンネルくれ。誰これ、これ、うん、なんか FX 配信してる、知ってるこれ誰か、これ誰だこれ、アルバックス浦部だって。水沢青地だって。パンコって書いてある。誰パンコって、うん。パンコから年賀状届いて、なんか、ちくらんで実力アピールしてんだ、これ。パンコから。うん。チャンネルくやって。これ。誰これパンコ。うん。偽物？これ偽物なのこれ、パンコの。本物？これ偽物どっちこれ、パンコ。本物が、これ本物なのこれ、パンコ。うん。水沢誠二って書いてある。ニコナはパンコ。電話番号書いてあるな。電話かけてみるか。携帯が書いてあるんだけど、これ。パンコにかけるわ、今から。携帯の電話番号書いてない。携帯の番号晒してんの、パンコって。わかんない。出んの、パンコこれ。出ないね。パンコ。出ないな。はい、次。山田一郎って誰これ？山田一郎さん。山田一郎さんから、年賀状が届きました。ファンです。いつも楽しく見てます。私、YouTube やってるのですが、もしよければ宣伝してください。だって。知ってる？山田一郎。YouTuber。YouTuber の山田一郎さんから、年賀状が届きました。ね。うん、知ってる人いるんじゃないの？有名な、ね。山田一郎。山田一郎で検索してください。はい、次、ノルウェーの森さん、のんこ